おばさんや言われてまうわ。こんばんは、仰天ゆりなです。いや、もう今日はね、ちょっとめっちゃボサボサですいませんね。いや、なんか特に今日配信する予定なんぞなかったんですけど、今日はね、オフなんですよ。あ、まあ今日オフっていうか、今日朝ちょっとだけお仕事っていうか、別に仕事ほどの仕事はしてないんですけど、があって帰ってきてみたいな感じで、あ、夜今日は何もないから、まあ明日明後日死ぬほど忙しいんですけど、まあ、明日は結構大切な日なんですけど、でなんか配信するかみたいなね。でも急にね、急な私の思いつきです。いつものことなんですけどね。そうなんですよ。するかということで急に始めました。はい、あ、急じゃないですよ。やりますって言って、なんだっけ、やりますとは言いました、ちゃんと。で、1時間後にやりますって言って半ぐらいって思ってっていう感じです。いや、結構な頻度で私配信やってる気するんやけど、どうよ、そんなことない？いや、でもね、ここ数日はね、まあちょっと忙しかったんですよ。特にね、その夜が忙しくて無理で、昼とかは全然暇だったんですけど、別に昼にさ、平日配信しても、まああんまみんな見に来れないからさ。なんか前まではショールーム毎日アイドルしてたんで、その昼とか夜とか関係なしに結構やってたんですけど、まあちょっとね、別に毎日アイドルなんでもないのね、夜が休みの日っていうことで、この間はその休みの日にまたやりますねみたいな言ってて、で、まあそれが今日だったっていうだけなんですけど。なんで今日が土曜日なので、あ、まあ土曜日だったらみたいな、もうちょい下がいい、これでいいんじゃん、土曜日だったらと思って、あ、いいんちゃうと思って、この時間でもいけるかなと思ってやってます。今、おお、眠たい。うん、今日久しぶりに全然早くないけど早く起きた。へえ、ゲリラだよ。だってマジ、ちょっと前髪切ろっかな。やっぱちょっと長いよね。切ったんですよ、これでも前髪実は。でも何もノーセットでこれぐらいだったら、もうほんまに 0.5 ぐらい切ったらいい感じになるかな。どうだろう。あ、なんかなんでこんな若干不安定な、あ、わかった、まあいいか。飛ばすか、待て、飛ばされたんじゃなくて自分の意思で来たんですけど、マレーシア。そんなことあります？ちょっと。なんか、あ、それこそ今 YouTube とかで KLP の一期生のオーディションの時の風景、なんて言うんだっけ、ああいうのって、なんだっけ、オーディション映像みたいなが YouTube にね、アップされてますよね。ねえ、見ましたか皆さん。ねえ、私も
見ました。昨日かな、一昨日だったかな、ちょっと忘れたけど、昨日か、 YouTube に上がってるの見ました。あ、そう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 、最後になんか私のコメントありましたね。何言ったか覚えてないですし、ちょっと見てないですけど、そこはそれまでなら見たんですけど、そんなおかげです。メイク変えたのだった、いや変えてないね、変えてないし、メイクしとらんし、メイクどころかカラコンもしないかね今日ね。裸眼ですね、目がめっちゃちっちゃい、目がちっちゃいというか黒目ちっちゃいんですけど、英語の字幕しかなかった。だってああね、そうだね、確かに確かにそうだったかな、確かに。え、髪質変わった？マジで？傷んでるんかな。でもね、まあ傷んでるか傷んでないかで言われたら分からん、正直。だってもう日本で使っとったシャンプー、リンス、こっちめっちゃ高くて、もう買えないんだもん。ドンキとかに売ってるんだけど、ちょっと高すぎて買えないので、そうエクスペンシブなんで、ちょっと残念ながら、ちょっと残念ながらね、買ってないっす。そうなんですよ。なんか日用品とか、あのそれこそ日本の製品とかは全部高くて、もう本当に買おうと思ったらすごい高くなっちゃうくて、どうしようってめっちゃ思ってるんですよ。なんか今は持ってきたやつがあって、なんかそれ使ってるんですけど、それがなくなった時に、その日本のやつ、まあ輸入品じゃないですか、だからで結構高くて、倍とか倍以上するんですよ。結構本当に倍以上したりとか、3倍ぐらい、本当にぐらいするから、どうしようと思って、今のがなくなったらってちょっとね今考え中ですね。結構どうしようかなと思って。そう、あとね、なんか私が今まで住んでたプレゼントじゃなくて、今プレゼントとコメント見ちゃったからあれなんだけど、なんか今まで私が住んでた近くのその日用品を買ってたとこがめっちゃ安かったから、なんか別にマレーシアのその日用品も日本と変わらんのですよ。例えばなんかティッシュとか、まあ、ウェットティッシュとか、そういう日用品的なもの、まあシャンプーとかもそうなんですけど、変わらないんですけど、自分がボディーソープとか買ってたところが安すぎて、なんかマレーシアの方が高いですもんマジで。そう、多分自分が買ってたところが安かったせいもあるんですけど、こっちで買ってる方が高い。うん、そう、ちょっと高いんですよ。そう、多分自分が買ってたとこが安すぎたんだと思うんですけど、そうだからなんかこっちに来ての方が結構ご飯とかは安いんですけど、その以外のものがちょっと高くて、今までのこの東京のあれのと比べると、そうそうなんですよ。うん、ショック。いや別にティッシュとか日本製のものは使ってないですよ。ボディーソープとか、そう、なんかスキンケアのものだけはやっぱ日本のものとかがどうしてもよくて、まあ、日本のものとか、その韓国とか自分が使ってるスキンケアとかがいいんですよ。なんかそうあんまり持ってこれなくて、
でもこんな高いと思ってなかったからそう持ってくれなくて、そうなんですよね。だからそうなんか使い慣れてるというか、その日本だったらプチプラなものがこっちはプチプラっていうか普通ぐらいのお値段だから、そう輸入品だからさどうしても高くなっちゃうから、そうなんです。それでねちょっとねオーマイガーって感じですけど、そうだから今この今使ってんのがなくなったらちょっと高いけど倍ぐらいの値段出して買うか。でもそれを買わないとさ、なんか違うの買って肌荒れするとさお仕事にも影響が出ちゃうから、なんかさ日本だとプチプラなのにさこっちだと普通に全然プチプラじゃないからさ、なんかさちょっとケチンボ出ちゃうよね、そういうところね、そういうとこケチンボ出ちゃう。だって日本で買ったらめっちゃプチプラで安いのに輸入品だけ高いってなるとさってなりません？じゃあデパコス買おう。でじゃあデパコスはデパコスでまたさボーンって高いやん、ボーンって、それもそれで大変やん。それはそれでさ、それはそれで、それはそれやんそれはそれやん。だってもう最近ブランドどん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 値上がりしていっとってや、もうほんまにワーオって感じ、ファンタスティックってね感じだからさ、そうそうそう、なんかそうそうねえやばいよね。まあね、あとなんかその多分自分の行ってる、行ってるっていうか近くにあるのがそのどなんかさやっぱさローカルなとこに行けばちょっと安いんよ。だけどさそのローカルのところまで行かんやん、ぶっちゃけやっぱ家の周りで済ますやん。自分東京の時もそうやったけど、そう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 。だけさそのなんかその住んどう場所とかにもねよるんじゃろうけど、そういうのはあるよね。そう。そうそう、安くてもね、シンプルに遠いとさ、なんかさ手間と時間とさ、なんかあれだったらなんか正直しんどいやん。わざわざ。だしまだこっちに来てさ1ヶ月弱ぐらいだけんさそんなにわからんやん、迷子になってもかなわんしさ英語も喋れんけんさ、なんかあった時にさ困るやん自分が、そのやっぱりだからやっぱねその辺は近くでこう済ましちゃうから、やっぱ一人行動女の子やし危ないから、そうやっぱそういうのはしなくて自分のその身の回りのところで買ってるから、どうしてもねって感じ。あなんかオンラインショッピングあるって聞いたんですけど、なんかなかなか届かんって聞いたんですけど、ほんとなんかオンラインショップがあるんだけどみたいな、なんかなかなかと届かんみたいなを見たんですよ。そのでちょっとまだクレジットが作れてないから、私そうそう作れてないっていうか、その銀行を作んないとさ
銀行口座ができないとクレジットで使えない作れできないじゃないですか。でまだそれができてないから、そうクレジットを持ってないからまだクレジットカードをこっちで作ってなくて、そう日本のはあるんですけどこっちのがなくて、そうだからなんかあんまり頼んでも届くの遅いって言ってたんですよね。そうだったら買った方がええなって思いません？ね、なんかそだってさ、いつ届くかもわからんのを買って待っちょってって、ちょっとさ、ちょっとアマゾンみたいにさ翌日とかちゃうやん。そう日本のでも使えますよ。ただ日本のを使いたくないだけです私がただね使いたくないだけです。はい、シンプルに使えるんですけど、使わないだけですね。なんかなるだけこっちのクレジットはこっちでその作った銀行のでやりたくて、そう使い分けを、そうなんですよ、したいんですよ。そうそうシンプルにね。まあこれはもう個人の自由だと思うんですけど、ぶっちゃけでも他のメンバーもそうで一緒なんですよね。結構みんなこっちでの日本のクレジットも使うけど、こっちでのクレジットも早く作って使いたいみたいなっていう感じで、そうなんですよね、思ってます。でもあんまりなんか正直英語を聞くことがあんまない。いやあるっちゃあるんだけどあんまないかなでもね美容室とかはもう全然行けてないから、そのなんかどこがいいとか全然分かってないから、行ってないからね。確かにちょっとサラサラじゃなくなったんかな私の髪の毛。どうなんだろう、なんか特に何もしてないからな。髪質変わったって言われてちょっとショックなんだけどそうかな。そしたらならいっか。別にの手触り変わった気はしないんですけど、ちょっと多分ね私これ普通にシャンプーがうんぬんかんの、まあ、自分の髪が強いっていうのもあるんですけど、洗い流さない、なんだっけ、タオルドライした後に使ってるやつ、ずっともう何本もリピしてるやつがあって、お気に入りのやつが多分それのおかげだよねきっと。多分それないとねちょっとやっぱねパサつくんですけど、それをやってるとグッジョブなんですよマジで。そのおかげだわ。もうずっと使ってる、何本使ったか分からんぐらい、もう何年もずっと愛用してる。匂いも大好き、お気に入り、めっちゃ人気、人気な、その辺で売ってるやつ、その辺で売ってるやつっていうか日本でね、プラダとかプラザとかロフトとか、そうね使ってるやつがねいいよ絶対。そう
え、もうそれなくなったらマジ辛い。あともうちょっとしかない、多分あともうなくなるで、そろそろ。あ、ちょうど半分ぐらいだ。あと半分。俺毎日使っとうけん、しかもみんな髪の毛長いけん、2プッシュ3ぐらいするの。中プッシュ、中プッシュだ、2プッシュぐらいするの。もっと長い時はもっとプッシュするけど、髪長か今切ったけんさ、そういいんやけど、もう伸びたらもう、でも伸びたんよ、うち髪の毛ちょっと伸びたんよ。そう、ちょっと伸びたんや、ゆりな髪の毛そんな気がする。気のせいかな、わからんけどでも本当は私は髪がもっと長い方が好き、自分がね。本来はその前、日本に来る前、日本に来る前じゃないわ、マレーシアに来る前ぐらいの長さが正直好きです。なんかあの時めっちゃ結構ロングにハマってて、自分がね、結構長いロングに自分がハマってた時だったから、そう、それが良くて結構ロングにしてたんですけど、まあちょっとね、美容室もそんなに行けないだろうと思って、環境に慣れるまではさ、やっぱさ難しいなと思って切ったんですよ。でもなんか切ったら切ったでさ、なんかあんまり気に食わんくて、ビジュアルが自分のちょっとなんかないって感じでもその分シャンプーとかリンスの量、使う量は減ったし、あと髪乾かすのもめちゃくちゃ早くなった。やっぱり長いとほんまに長いんよ、髪乾かさんといかん時間が。いいけど、ほんまに短くなった、髪が短くなったのとともに。短いとコスパはマジでいい、ほんまそれ。ちょっとマジ前髪長いわ、目に刺さって痛い、てか痒い。切ったんですけどね、最近ちょっとまた切ろっかな、ちょっと切ろっかな、 0.5 ぐらい切ったらいい感じ。そう、なんかサムネすごいですね。だってサムネって何、あアイコン、あーね、私が決めたんちゃうから、ちょっとなんとも言われへんけど、まあでもなんか別に KLP デビューするまでかなと思ってるから、別に何も思ってへんさあね、全然。毎日で、そうね、基本的に、ね、今日は休みですけど、ちょっと明日が大変なので。なんか最近家に帰ってくるのが遅いから、めっちゃ昼夜逆転をしてて、はい、起きんのが遅いですね、朝。今日は早いですけど。
現状のことちょっと、なんか現状のことはあんまり聞かれても、現状何にも発表になってないから、例えばメンバーだったりとか、なんかあんまり聞かれてもぶっちゃけ答えられない。そう、だってシークレットになってるものをどうどうって聞かれてもシークレットだから、あんまりなんだ答えられない。この個人的なものに関しては答えられるけど、なんか周りがどうとか、なんかメンバーとかはなんかちょっと答えられないよね。ちょっとね、レビューとか発表になったら答えられるものが多いんだけど、メンバーとかもそうなんだけど、そのオーディション映像とか、そのある程度流れてはいますが、だがしかしっていうね、だがしかしちょっとなんかどこまでをどうってさ、なんかこう難しい。難しいじゃん。なんか今ネット社会だけさ、こっちがショールームとかでさ、なんか言ったらすぐさなんかまとめられちゃうじゃん。でそのさ、まとめられ方がさ、いいようにまとめてくれたらいいんだけどさ、まあんまいいようにまとめられ、まとまっとることってあんまないやん。あんまないやん。だけんさ、ちょっとさ、特にこれからっていう、これからだから、まだメンバーとかも発表になってない時だけ、あんまりなんかこう、うちがそのあんま言えない、だからどこまでがこう詳しくなってどこまでがって自分も正直分かってないところが多いからさ、その別に SNS もなんか信じられへんぐらいずっとチェックしたわけちゃうけん、なんか自分もどこまでがこう解禁になってどこまでがっていうのがあんまりさ、そんな一細かくさ、分からんやん。なんかちょっとね、難しいし、なんかそうやってさ、いいことって本当に広まんないけどさ、悪いことって本当すぐ広まるやん。だけどさ、なんかちょっと怖いよね。今までもなんか別にいいまとめられ方したことないけ。でもうちはなんか口が固いけんさ、その分ちょっとあれないよね。に聞いても無駄よっていうお話。今までもそうや、うちのファンの人だったら分かっとうやん。ユリナに聞いても無駄って。ユリナに聞いても無駄やん。もう今までもずっとそうやん。マジでうちに聞いてもほんま無駄やなって思うやろ。ほんま言わんもんな。ほんま言わんもんな。発表ならんとさ、なんか発表になってさ、ユリナちゃんこうやったみたいな、ああそうよみたいな。マジそれすぎてさ、ほんまにそれすぎてさ。ほんまに申し訳ない。匂わせもないもんね。あ、そうないね。なんか基本嬉しいことがあったり悲しいことがあっても、まあもう基本結果出るまで何もないね。もう一度だけさ、ファンの人にさ、もうめっちゃさ、卒業する時だけはマジで匂わせてくれんって、もう信じられんぐらい言わ、めっちゃ言われとる。そう。そうなのよね、すごい矛盾ってよく言われる。なんか素直なのにそういうとこさ硬いよねってね、何でも思ったこと言うくせにみたいな、そういうとこ、そういうとこさみたいな。
本当に言わないよねよく言われますね。そうなんです。マレーシアでいつデビューしたいですか。マレーシアでいつデビューしたいですか。いやもう早くしたいですよいつでもいいですけど、 Anytime OK美味しいもの、あーチキンライス、チキンライス、うん、チキンライスが、あ今日も食べたよチキンライス。うん、トゥデイチキンライスを食べました。なんて言うんでしょうね。 I have eat のさ過去形ってなんだっけ。 eaten は過去分詞。あれ過去形ってなんだっけ。 ate I've ate four chicken rice today。 あ、eaten ってこと。じゃあeaten でいいのかな。あ、過去分詞なのか過去形なのか。 I have eaten chicken rice today だって。おー過去分詞なんですね。そこは過去分詞なのか過去形か、か、か、過去分詞か。私もほんまにね分からん。過去分詞とか過去形とか現在進行形とか、ものすごい学生の時何言われてるか分からへんかった。うん、分かんないなと思いながら。あんま違いよう分かってないもん、ぶっちゃけた話。うん、よく分からんね。難しい。ベリーディフィカル。うん、いや本当にマレーシアは英語ですね基本。みんなが喋ってんのは英語です。セカンドランゲージですかね。ファーストランゲージはそれぞれ違うのでメンバーも、なんで共通としてセカンドランゲージで英語ですかね。
いやジャパンイングリッシュって結構通じないんだよね、やっぱり。そう、難しい。なんかカタカナ英語すぎてってされる、よく。スーパーとか買い物してますよ。はい、一人で買い物に行きますんで。でも別に、え、マジでスーパーの買い物とか正直全然そんな喋らん。ほんまにこうやってレジ通して、なんか会員ですかとか、なんかカバンバッグいりますかって聞かれて、基本ノーなんで、ノーって言って、お金渡して、でお金返ってくるじゃん。で「Thank you」って言ったらもうフィニッシュだからね。うん、何か別に何かを喋るっていうことは何か、マジで私こっち来て「センキュー」と「OK」しか言ってない基本。マジで「センキュー」と「OK」と「はーい」と「ハロー」しか言ってないわ基本。そう、あと「ソーリー」とか。ストーリーとか、うん、そうだね。それぐらいしか喋ってないかもしれない。うん、あともう Go back とよく使うのはね。そう、あとなんだろう、うん、あとはもうなんか「おー」みたいなリアクションリアクションとかかな。何かをこうブワーって喋ってるかって言われたらそんなことはないけど、まあ、喋ってないこともないけど、うん、あってはないんだけど、もう汲み取ってもらってますって感じかな、正直なところ。はい、もう汲み取ってもらってます基本的に。ただ全部がニュアンスでしか分かんないから、細かいとこは分からん。なんか先生が喋っとったりとかメンバーが喋っとったりとかするのも正しくは分からない。ニュアンス、全部ニュアンス、あ、こういうことを言いたいんだろうなみたいなんで汲み取って。そうだから、たまになんか質問だったのに OK みたいな言って、うんみたいなされて、あ、質問かみたいなとかもう全然あるし。そう、文字だったら翻訳で業務連絡とかも英語なんですよ全部。だから業務連絡はバーって言うんで、まあ、ニュアンス的には分かるんだけど、でも業務連絡って怖いじゃん。だから一応翻訳はちゃんとかけて、ああこれを言いたいのかってなって読んでます。そう、いや、みんなもね、私で行けてるから、マジみんなもね来てみりゃいいよ。え、全然行けるよ、うちで行けてるんだもん。行けるよマジで。多分うちだってさ、うちのことみんなバカバカって言うじゃん。え、だからこのバカでも行けてるんだから、マジみんな来たも行けるよ全然。
そう、ただめっちゃ頭使うからもうめっちゃ疲れる、正直ね。もうずっとずっとこう集中して聞いてるからすごい頭を使うので、すごい疲れます。日本語で人の言葉を聞くより数倍疲れる。だって何言ってるかわからんもん。なんかもう汲み取るのに必死だけ、ちょっと疲れちゃうけど、その汲み取ろうとしたらんとだした何言っとうか分からんやな。って英語はいっぱい意味を持ちすぎてて分からん。あとね、なんか自分だと話してくるときゆっくりなんだけど、やっぱさ他のメンバー同士で喋っとるときってめっちゃ早いんよ。他のメンバーも英語がバーって、もうそうなるとマジ何言っとうかわからん。ゆっくりジェスチャー付きで、あ、なんとなくこういうことが言いたいんだろうっていうのは伝わるんだけど、バーって喋られるとん？ってなる。大人数で喋っとうときね。やっぱりん？とってなる。難しい。あとなんか聞き取れない音が、シンプルに。あとは例えばこう、なんだっけこの単語って翻訳かけるじゃん。で翻訳が喋ってくれるじゃん。それをさ、こうあの空耳で真似しとるんだけどさ、それが自分の口から出ない音がが難しい。なんか分かる？その音、翻訳機の人が出してくれてる音が自分の口から出なくて、うん、みたいな。すごい難しい。そこがそう、めっちゃなんか早すぎて、ちょっと待って、全然コメントがもう読めなくなっちゃった。あすごい、初めましてっていっぱい来てくれて、すごいめっちゃ嬉しいけど、ちょっともう全く読めない。はずみさんがすごいいっぱい来てくれたのめっちゃ嬉しいけど、全然コメントが読めない。イエーイ、はーい、はーい、はーい、サラマ、マラム。
ニーハオしか知らん。ニーハオかダザハオしか分からん。中国語の挨拶はごめん、二択しか分からんわ。あ、シーファン。ワンアンってお休みじゃない？多分。お休みじゃないそれ多分。あなたはどこから来ましたか？私はジャパンから来ました。 From Japan。 Japanese。 I'm Japanese。 あ、これ翻訳でくれてんのかな。どうしてあんたはそんなに美しいのだって。Thank you。 すいまかしい。 いやー、めいよめいよ。 晚上好。あ、こんばんは。晚上好。はあ、こんばんは。ああ、ああ、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 習ったわ。やっほげほげほげにさらい。マラーマ、ま、マラーだって。それはマラじゃないの今。違う、はあ、違うの。そうなの。その前がスラマトゥンガハリスラマパタン。 OK。 え、合ってる。スラマパタンスラマトゥンガハリスラママラン。あー、あ、合ってるって。いえ、ありがとう。ダリーダリーダリーダ、あ、ダリーザダリージャジャパング。あ、マレー語で日本人。へえー。
そうなんだ。確かにインドネシア語とマレー語はなんかちょっと似とるけん、なんかわかるって、あの、そう言っとったね、そういえば。スタッフさんも。あー、そうなんや、使い方がちゃうねんや。そうなんや。あ、そうなんだ。そっかそっか。難しいね。難しいね、本当にね。なんか、いや、本当にね、本当にね、覚えることしかない。うん、覚えたよ忘れる、覚えたよ忘れる。なんか地味なニュアンスがわからん。なんかたまに違うくても、なんか例えばなんか現在進行で言っとるけど、うん、なんかそのいろんなものが違うくてもね、ニュアンスでね汲み取ってもらってます。もうもはや、でもそんな細かいこと言うとられんもん。完璧にできたらいいけど。でもめっちゃ難しい。なんか今でもあの使い方がよくわからん。あのドンととか使うんって思うよね。あとHave not とか、なんだろう、そのなんか使い方、I'm KLP member、yes。そうそう。あとなんか英語のやつとか見とったら、英語の直訳で、英語っていっぱい意味を持っとるやん。だけんさ、なんか直訳ではこうだけど、なんかそのドラマとか英語とかではこう使われてますみたいなやつを見たのよ。なんかたまたまね、回ってきたのを見たの。むずーって思ったよね。別になんかそこまでをなんかどうのこうのっていうことじゃないんだけど、いや英語ってめっちゃむずいんやなって、なんかなんか例文とか特にないんで出てこないんですけど、例えば For example、 いや出てこないんですけど、なんか回ってくるんですよね、やっぱりそういうのを見てると。
そう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 。そう。なんか昨日か昨日今日か見てなんかめっちゃ馴染みのある言葉だったっけ覚えたけど、It's slam dunk ってさ直訳するとさなんかこれ それはスラムダンクだみたいなことじゃん。スラムダンクってさバスケのさそのなんて言うんだっけそのさこうやってバーンってバーンってスラムダンクじゃん。じゃなくて直訳すると It's slam dunk ってでね楽勝みたいなそう意味もあるんよ。みたいな全然ちゃうやんって思ってそうびっくりした。なんかそうたまたまなんかそういうのが流れてきててへえすんげえと思ってそう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 。なんかむずい。まあでもそういうのは使うことはないんだけどもなんか面白いねって思った面白いね。なんかそんなね息抜きとしてなんかこういうのもあるんやみたいなんで普通に回ってきたっけ 見たんだけど。そうあとなんかイコールなものとかイコールなもの、そう同じ意味みたいな、そう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 って思った。なんかちょっとのニュアンスが違いが分からんくて、難しい。難しいっていうかうんってなる。なんかどっちでもいいよみたいな。あー I got it。 なんかつなげて言うの難しいよね。 I wanna とか I gonna とかI wanna go ya、yeah. Love to lead って遠きの彼方へ。そうなんか難しい。なんだっけね待って今ね For example を考えていますから今考えているところです。あまだ考えているところです。あ考えている、えなんだっけ、あ考えている、考えているところです。じゃあ考えさせてください。I still thinking いや考え待って似たようなんがあるんよ。違うちょっと待って似たようなんがあるんよ。なんだっけ日本語の意味、考えているところですじゃなくて考えさせてください。あ考えさせてください。 Let me think about it
考えさせてください。似たような意味だった気がする。合っとるかな。そうそうそう。で、何の話しとったかというと、その考えさせてくださいの例文を考えたんじゃなくて、例文を考えたかった。あれ何の話してたっけ、ちょっと待ってねえ、忘れた。なんだっけ、何の話してるんだっけ、あれ自分何の話してたっけ。何の話してましたっけね。あれ待って、マジで何の話してたっけ、忘れちゃった。何だっけ。こういうことですよ、こういうこと。どういうこと。どういうことやねんっていう話ですけど、あ、例えば何々最近覚えた、いや覚えてないんだけど、何々が終わったところです。あ、違うな。あ、何々が終わったところですかな。例えば食べ終わったところですとか、あとさ、I finish eating 的な感じ。I'm done eating。 あれ進行形だったっけな。 I'm done to eat だったっけ。あれ I'm done、 あれなんだっけな。 I'm done eating だったっけな。 ing でしたっけね、それとも to 過去でしたっけ。あれどっちでしたっけ、どっちだったっけな。いやいや、もうコツコツやってますやん。全然もうなんかさ、勉強嫌いなのよ。とりあえず私ほんまにどう勉強せずに生きていくかだけを考えて生きてきたんで、勉強せないかん。じゃあね、勉強できんのよ、覚えられへんから。楽しくないのやってて。でももう生きるためにやらないといけないから今やってるんですけど、ちょっと今調べてるんです。ちょっと待ってください。I'm down、 なんだっけ、 I'm down、 イングでした、イングでした。何々し終わった、だなんか似てる意味。いや、イングでよかったんや、合ってたわ最初ので。そして I'm still は、私はまだほにゃららっていう意味でしたね。そして否定は I'm still don't ほにゃほにゃほにゃですね。だから I'm still don't understand、 接続がわからん。 English 合ってるかな。私はまだ英語理解できてない。あっ、ねえ、どうしよった、難しい。いや、例文というか本音ですけど、本音本音本音。難しい、本当に難しい。でもなんかこのテンプレートさえ覚えとけば、単語を入れ替えたらできるけ、テンプレートを頑張って覚えようとしていますな。そう、でも勉強の仕方がわからんけんさ、うち本当に容量が悪いんよ。だけん勉強の仕方がわからんけん、すごいそれに苦戦しています。一番やっぱ授業してもらえるのが一番覚えられる。独学って一番私すごい遠回り、自分的に。めっちゃ難しい、本当に難
ずいよね本当にさ、超難しい。でもこれは覚えた、 What's a beautiful 使ったことないけど使ったことないけど、なんて綺麗なのって、 How beautiful と一緒っていうのだけ覚えました。使ったことないですけど。使ったことないですけど。なんか使うことあるよねと思って。そう。あとは最近注文するときに、いつ今まではもうそのままあのこうやってこれを指さして、なんとかかんとかって言ってメニュー言って、通じんから基本こうやってメニューをこうやってさせて、 This one This one って言ってたんですよ。なんか最近はあのカジュアルな言い方、全然いいって書いとったけ、 Can I have 何何って言うようにしとる。あと Can I get、 あとは I would、 でもそれはあんま使ってない。 Can I have ガキがなんかカジュアルフォーなカフェとかね、言うますって言うから、そう Can I have 何何 please って言って、そう、で注文するのがいいですよって書いてたので、それで、でそれって言いながらめっちゃメニューをこうやって指してます。そう、そうなんです。あとは最近覚えた、もうほんまになんか覚えてるっていうかやってることマジ小学生なんですけど、最近はあと何を覚えたかな、I think 思う、 I think なんちゃらと same なのは、あー、なんかもうちょい柔らかい言い方がありますよみたいな言ってて、 I would say みたいな、 I think と一緒だけど、 I think の方が意志が強い感じで、なんか I would say の方がもうちょいなんか柔らかいって書いとったけ、まあ基本みんな I think って言ってるからそれでいいんやけど、なんか I would say も同じ意味っていうのをTikTok で見ました。そう そう、あとなんか I don't know って言うやん、 I don't know って全然みんな I don't know って言った方がいいんやけど、なんか I don't know だったらなんかいや知らんみたいな、なんかわかんないみたいな感じだから、なんか I'm not sure とかだったらなんかわあのなんかわかんないみたいな、ちょっとニュアンスがちょっとソフトになんかなるって TikTok が言ってた。
TikTok の人が言ってた、 TikToker さんが言ってた。そう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 、 I don't know って言ったらなんかスパって感じがするから、なんか I'm not sure って言った方がなんか分かんないなみたいな、なんかちょっとソフトな感じになります言ってらっしゃったんで、使ったことないですけどね。って感じ。もうなんかもうほんまによく使う単語でもほんまによくわからんくなる。なんかおに前も言ったんよ、配信時に前も言ったんやけど、ニトルンがニトルンが難しい。なんかあとなんかそうなんだっけな、なんかトイレはどこにありますかとか、 Where is トイレだとなんかトイレどこみたいになるから、なんかもうちょっとちょっと忘れちゃったんだけど、なんかいろいろあるんだけど、 Do you know where is、Do you know where is トイレ、あとなんか it か is かつくんだけど、そこは分からんです。そこは忘れました。そうで、そうやって言ったか、あ、そうやって言うんだ。使ったことないけど使ったことないですけどね。そうそうそう、あ、うん、トイレ、みんなトイレって言うね。バスルームっていうのはだからそのユニットバスとなるんだって。シャワーとトイレが一緒になってるのをバスルームって言うらしい。からなんか他に言い方があるんだけど分からない。私こっちはなんかトイレで通じるけ、トイレって言うとみんなそうなんかあるんよ。だけど忘れちゃった。なんかねいろいろね、なんかいろいろがあるんよ。なんかいろんなやつが流れてくるんだけど、なんかどれが正解とかようわからん、ぶっちゃけた話。もう自分が覚えられたやつでもう喋っとそう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 、あ、そう、あともう、そうそうそう、それで全部違う。イギリス英語かアメリカ英語とかオーストラリアとか、なんかそういうので言い方とかニュアンスが全部若干違うんですよ。だけん、そう、でもメンバーはトイレって言ってるから普通に多分トイレで通じるって思う。多分トイレはトイレなんだと思う、分からんけどね。うん、でもマレーシアはマングリッシュって言ってました。だけなんかメンバーとのなんかその LINE みたいなやつみたいなのとかもんみたいなあるんよ。なんかそしたらそれもマングリッシュだよって言ってスタッフさんが言ってました。そのマレー語と英語が混ざってる表記の仕方、アルファベットが並んでるっていうやつ。そうってスタッフさんがね言ってました。そうやって日本もあるやん、そういうやつ。なんかそういう
ことです。混ざっとるやん。そういうことらしい。あ、そう、和製英語的な、そう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 、それ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 、それと一緒。それと一緒です。でもなんか基本みんなファーストランゲージじゃないから、マジでもう正しいなんて言わんくても伝わるん、伝わるんよ、その雰囲気で。そう、えだけもう序列とかさ、なんかもうバラバラよマジで。私なんか、なんか普通に後とかさ、アフターもそうやんとか、あとはレラもレイターもそうなんだけど、わかん、じゃあマジわからんから、差別、あのその差が、その差別化ができんけ、普通にもうあの何時何分の後とかでも、もうそのまんまその何時何分アフターって言ったら Later? って言われて、ああそう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 っつって、昨日も言ってました私。もうだからちょっと違うくてもニュアンスは、海外の人がなんか日本語のさ、ちょっとさ文節とかさ、あれがおかしくても伝わるやん。なんかそれと一緒で伝わるからいいんだよつって言って、そうなんで、それがとりあえず明日が tomorrow で、明後日が day after tomorrow っていうのは覚えました。次が、あ、 day がいるか忘れたけど、 second after tomorrow だったかな、その次が。あ、あ、ちょっと忘れたけど、まあ、なんかそんな感じっていうのは思いました。その昨日も、昨日もそれと一緒。なんか細かいあれがわからん。 Day after tomorrowDay second after tomorrow あっとる。いや、なんかその辺のね違いはちょっとよくわからん。あったかわからん。でも伝わるやん、ぶっちゃけね。もうセカンドとさ、アフターとモローがあればさ、なんかあーみたいな、これが言いたいんじゃろきっとみたいな。最初は組んでくれたもん。そう、でも未だによくわからんくなる、そのサーティーンとサーティーの違いがよく分からん。ので、よく
例えばなんかワンファイブって聞かれるイエスイエスイエスってフィフティーが50で15なんだけど、よく確認でワンファイブって聞かれる。イエス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 。そう、なんかピーンって短いのがなんか50とかで、ピーンって伸びてんのが10のくらいのやつってだって使わんやん、そんなん50-50やけんぐらいしか言わんやん、そんな赤井秀一さんのさ、あの赤井秀一さんでしか聞いたことないよ、こんなん50-50やってさ。名探偵コナン君でさ、赤井秀一さんからしか聞いたことなかったもん。そうでしょ。あんまもうね、使う、もう前髪がほんまに早く切りたい。さっきから目に入って目めっちゃ痒いのよそうなの。あ、待って、今パッとさ思った、ファイナリーってどういう意味でしたっけ。ファイナリーってついに、あ、違うっけ、違うか。あ、ついに合ってる。あー、合ってる、よかった。でもみんなさ、あれがさよくわからんくなる。ね、なんかね、sometime とか something とか anything anytime anyway、 この辺がマジよくわからん。いつもよくわからんくなる。 anything は何でもみたいな。で、あ、なんだっけな、なんつったっけ自分。サムタイムはサムタイムなんよサムタイムってなんだっけ、なんかなんだっけ、たくさんの時早いね、なんだっけサムタイムって。サムタイム、なんだっけサムタイムって、あれ、なんかどうしてたんだっけ。サムタイム、あ、時々か。 anyway はなんか、なんだっけな、 3文字だった、なんとかなんだっけ。あ、そう、とにかく、そう、とにかく、もうほんまにわからん。sometime anyway anything somethingSomething okay. Anything okay. これが難しいのです。てかもうそろそろ1時間半も配信やっとうから終わるけど終わるけど、あー、サンドリー意味忘れたけどよく聞くよね。
なんかさ、本当に覚えが遅すぎて、なんか本当に、ね、嫌になっちゃう。本当に嫌になっちゃう。でもよく使うよ。よく使うのはペースかハート。もうこれはあの合ってるとか分かんない。音真似だからぶっちゃけた話。もうよく使います。でもよく使う。Awesome。 ちょっと英語が読めないんだよな、そもそもエリナ。あ、合ってるよ、だって。イエーイ。あとはもうよくあれも使う。ファニー、あ、ファニーだっけ。あ、ファニー、あ、ファニーだっけ。そんな感じのやつ。あ、イエスイエスイエス。あ、ファニー、ファニー。スマート、いやいやいや、ノー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 ノえ、そうなん？イントネーションによっては肌の意味、スキンじゃないの？スキン、肌って。あ、皮肉か、皮膚に見えた。皮肉か、皮膚に見えたよ、皮膚に。えーと思っちゃったよね。英語ってむずいよね。なんか同じ、私はもう同じ音にしか聞こえないもん、ほんまに。ん？ってなる。なんかその聞き取れないです。はい、マジで。ほんまに聞き取れない。あ、聞き取れないっていう、そのなんか翻訳かゆいっていうのを調べたくて、で調べたら聞くやん、イチって聞こえるの、めっちゃかゆいが合ってんのかな、使ったことないけん分からないけど、イチイチって聞こえんの。イチと思って、そうイチと思って、合ってんねんや。へえ、そうなんや、合ってんねんや。そう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 。
なんかさ、カモスモスキュートーってさ、カタカナで言ったらモスキュートーやん。でもさ、あの翻訳のやつ聞いたモスキューローって聞こえる。モスキューローってあ、カタカナ英語で言ってさ、モスキュートーやん。うん、んってなったよねモスキューローあ、ウォーターじゃなくてウォーラーボーラーボーボーラーラーなんでしょね、英語はね、ウォーターは通じないらしい。ウォーラーラーラー、カタカナで言ったらラーなんやって。むずい、むずい、むずい。じゃあこの間蚊に刺されたんよ。そう、それで蚊とかゆいと刺されるを調べてたあ、蚊が、あ、モスキュー、あー、かゆいが1、あーってそう、刺されるは get beaten みたいな感じでした。確かね。get beaten。こんな感じ。本当に英語が喋れなさすぎて毎日落ち込んでいる、そんな日々でございます。本当に全然喋られん。そのさ、喋りたいんだけどさ、もう進んでいくんよ話が。考えとうちに自分の意見を言う前に難しい。いやもうこの年になって勉強はもうほんまにしんどいよ。なかなか覚えられんもん。でも遅いなんてことはないけ。でも使わんなると多分すぐ忘れるわって思った。中国語も1ヶ月弱か勉強しとったけど、なんか本当に忘れちゃった。特に音が難しくて、難しすぎる。じゃあもう、めいよめいよならいい。そう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 。あとシェイシェイと。あとはもう、チントートーズザオ。なんかゆりなさ、これをさ、ザとズの間みたいな音で習ったんよ。でもそれをやっぱさ、しゃべっとるけんさ、周りの人とかもさ聞くんだけどさ、ズズないのよ音が。ズでさ、もう無理、むずい、出せないその音が。これこれって言ってるんやろうなってのは分かんないけど、自分がそれを口から出せない音。そう、あとなんかめっちゃ遠いのナーリーっていうのだけ覚えてるめっちゃ難しい。
シンクラはなんかちょっとイントネーションちゃうかったけど通じた。なんかこれが言いたいんだろうっていうので通じたのよ。おーって、そう。あとファイちゃんハウチが通じました。全然もう覚えてなくて本当に悔しい。あんなに頑張って勉強したのに本当に使わないと覚えてないなっていうぐらい、なんかね、友達がポンヨ、あと先生ロシロロロシってことは覚えてる。あとリベンレン日本人、もしリベンレン、リとイがなんだろう、あのむできない、音ができない。でもなんかこっちの人が喋ったのは広東語らしいけ、なんか違うらしいよ。だけど分からん、私はもう分からんのよ、違いとか。もうぶっちゃけ分からないのよ。あのもう私は自分が習ったなおかつ覚えてる言葉しか喋っとらん。うん、なんだっけな、なんかねあるんよ、私が習ったんはなんとかでみたいなのがあったんよ。もう忘れたわ、それも忘れた。そう、うん、よくわからん。もうだから何が正解ってなってる難しい。じゃあそろそろ終了するわ、とりあえず。もうこんな時間や。明日も朝早いし、明日明後日マジ忙しいからちょっと頑張ります。今日はもう絶対早く寝るで、絶対早。あ、そうそうそう、漢字もねあるんよ。そうなの、そう。でも自分がX とかに買い取ったは簡単字の方を使ってました。もっと簡略化された方。うん、ああもうほんまに眠い。今日は絶対早く寝るって誓ってるんで、マジで絶対早く寝るぞ。とりあえずもうまた1週間ぐらいは多分配信できないから、まあ、またみんな次やるときはまたこうやって意味のわからん配信をまたやりますわ。とりあえずじゃあそんな感じでランキングを読みますよ。どうやって読んだっけな。13位、サウロンさん。あ、間違えました。13位、ニケオさん。12位、サウロンさん。11位、チカイシーさん。10位、マボルシさん。9位、ワイマツさん。8位、マイチュンさん。7位、アキヒコさん。6位、春太郎さん。5位、岡谷さん。4位、横吉さん。3位、ザク1973さん。写真展のオークションで落札した作品届いて、おー、おめでとうございます。
2位スピナーさん、そして今日の第1位はナーラブさんです。ありがとう、ありがとうございます。英語をもっと頑張ります。英語もマレー語ももっと頑張ります。本当に全然喋れない。マジで私の今のこっちで喋ってる感じは本当に中学1年生の男の子が英語を習って別に喋れんし使えんのに生きて喋っとう人みたいな感じなんですよ、ぶっちゃけ。いやマジでそうなんち、メンバーにも言われたもん、まあ、ユリナはそうよなって言ってもうだってほんまに OK しか喋ったらんもん。 OK と Sorry と Thank you Thank you しか喋ったらん。しかも Thank you もネイティブじゃないんよ。 Thank you って言った、 Thank you って言った、ネイティブじゃないけさ、マジで本当に OK しか言ったらんそうで、めっちゃ口癖、これは日本におった時から口癖、オーマイガー、オーマイガー、マジでこれ口癖な。日本でおった時もオーマイガー口癖やったし、アウチもめっちゃ日本におる時から口癖なんよ。そう、あとこっちにおってめっちゃ口癖になったんが、いや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 みんな言うんよ、いやいやいやって、そう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 、みんな言うん、それが映った。あ、そう、相槌相槌、いやいやいやって言ってる、言うよみんなね、マジ映るけ、マジ生きった中学生みたい、あ、小学生、あ、中学生って言われますじゃあそんなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。長く配信できてよかったです。じゃあみんなまた次は1週間後ぐらいに配信できたらいいかな。ちょっとこの前髪も切ります。本当にさっきから目に刺さってかゆくてかゆくて邪魔で邪魔で、切りたいと思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで、あ、間違えた、もうこれ口癖、もうやばい、もう7年もさずっとショールームやっとったらもう口癖やねんな、これもうダメやわ、ちゃう、明日はやらんで、明日はそんな暇いないけん、一日忙しいで、んな今ね、また1週間後かに、1週間後ぐらいにまたなんかできそうやな今日もって思ったら、なんか急にまたやりますとか言い出しますわ。それがまあ TikTok なんかインスタなんかショールームなんかは知らんけど、じゃあそんなわけでみんな本当にありがとう。また明日。